はい、どうも皆さんこんばんは。おはようございます。サイデマンです、ドラゴンクエスト11パート79ですね、やっていきたいと思います。前回のパートでこのホムラの里の一連の、騒動が解決しまして、で日の乃火山の火事場について聞き込みをしようということなんですけれども、このホムラの里でですね、ちょっと装備を買いました。ブレイグ将軍がこのなんか大黒剣とかいうめっちゃかっこいい剣買いました。でカミユを、ブーメランの二刀流にさせました。炎のブーメランと鋼のブーメランですね。まあ強いか弱いかは別として、かっこいい、その一言です。でシルビア外してるんですけど、まあシルビアがまあレギュラーっちゃレギュラーです。で今のうちに、まあ、今はカミユを使ってみようかなっていう感じですね。でということで、カジマについて聞き込みを、ホムラの里で聞き込みをしていこうかなと思います。さあいろいろ教えてくれるやつが、こいつがなんかねびっくりマーク出してるんで、もうヤヤク様もハリマ様もいないが、俺たちはお互い助け合ってこの里を守っていくつもりだ。この里が無事でいられるのも救い主様あんたのおかげさ。困った時はいつでも力になるぜ。日の乃火山に鹿島にまつわる伝説がないかって、それってもしかして禁足地のことかもな。ヤヤク様の社にいる侍女なら詳しいことを知っているはずだから尋ねてみる。いきなり解決です。いきなり解決でございます。ヤヤク様の社にいる侍女ってことは確か、いやほんとね、時間を取らされましたよこのホムラの里には。パートを5個ぐらい持ってかれたかな。まあまあいいんですけど、ドラゴンクエスト長い間楽しめるんでね。こっちか。このヤヤク様の社、あの1階のさ、村の入ってすぐのところに作ってくれりゃいいんだけども、まあちょっと危ないっていう治安の関係でこんな奥に作ってるっていうのが俺にとっては非常にこの面倒くさいという。この人か。なぜヤヤク様が仮をかばって死んでしまったのかは分からぬが、今までわしらを守ってくれたことに変わりはない。今はただヤヤク様とハリマ様のお二人が安らかにこうして祈るだけじゃ。知らないんですね、あの原因というか、ハリマ様が下流だったっていうことを、まあ、言ってないんでね。あ、この人この人。おや、あなた様は、その不死はホムラの里とハリマ様の密告をかな、を救ってくださりありがとうございました。何やらお困りのようですが、私がお役に立てることはありますか。はい、相手は日の乃火山のどっかにある火事場の存在について尋ねたと。おお、その話は私がまだわらべの頃に聞いたことがございます。子供の頃ってことかな。炎の山の頂にいて聖なる種火を投げ入れしとき、遥か古より伝わる大いなる火事場が蘇るだろう。そういった伝承を守るため火山の頂上は長い間禁足地として封じられておりました。しかし里の救い主であるあなた様ならば禁足地に入ることも許されましょう。さあこちらをお待ちください。お、鍵です。ナイスでございます。日の乃火山の中腹の固く閉ざされた扉の先にございます。どうかお気をつけて。はい、準備は整いました。いよいよ行きましょう。あの鍵がかかってて入れなかったんですよ、あの火山の奥に、ということなんで禁足地まで、飛びたいと思います。カットします。はい、禁足地まで来ました。まあいよいよ、この奥に勇者の剣があるということで、いやー本当に時間がかかったな、この小村関係のイベント。当然使いますよ。まあレベル的には足りてなかったんですけど、スクルトとかバイキルトとかかな、呪文使って、なんとかここまで来たんですけども、レベルは足りてないみたいですね。レベルは50ぐらいがちょうどいい感じのレベルらしいんですけど、まあ、ドラゴンクエストっていうのはレベルが全てって言ってしまえば言ってしそうなんですよ。ただレベルっていうのがそういう呪文とか特技とかそういうものを全て超えた存在っていうのがレベルなんですね、このドラゴンクエストにおいて。あ、この奥か。
きますか。ただそこのレベルが足りてない部分を補うのがスクルトとか、まあ、バイキルトとか呪文とか、まあ、戦い方とかなんですけど、まあレベル足りてる状態でそういうのを駆使すればもっと楽なんだよっていう話なんですけどね。聖なる種火が火山に反応している。火山火口の中に聖なる種火炎をくべますか。はい、いきます。いよいよ火事場への道が開かれるということか。もうボス戦は勘弁してくれよ。なんだ、一体何が、何、噴火する。なんかこれ見るとね、あのターミネーター2のあの最後の方を思い出すんですよ。シュワちゃんがあの親指立てて飛び込んだとこ思い出すんですけど。マジかよ。はい、道ができました。そして火事場ですね。やっと到着しました。サマディに回ったりいろいろ長かったですが、いよいよ勇者の剣の誕生ですね。すごい、マグマから火事場が現れるなんて。ここの火事場こそ先代勇者ちゃんたちが剣を打っていた場所に違いないわ。よし、やろうぜ。サイテーマン、魔王のやつをぶっ倒すためここで新たな勇者の剣を作るんだ。そうですね、ウルノーガ、ベロニカちゃんの敵ウルノーガ絶対に倒してみせます。さあ行こう。俺の新たな装備をここで作ってみせる。この台座からは何か特別な力を感じる。こういうのは特別な剣が打てそうだ。ガイアのハンマーでオリファルコンを着た新たな勇者の剣を使いますか。はい、イベントで火事は処理してほしいんですけど、失敗とかシャレになんないんで、イベントで火事は処理してほしいんですけど。お、やってるやってる。このガイアのハンマーは装備品ではないんですね。ハンマーを装備できる人間が多分いないからだと思うんですけど。お、カミュー、最低マン、次は俺の番だぜ。あら、カミューちゃん、抜け駆けはなしよね。最低マンちゃん、私たちにも手伝わせてほしいの。全員の力で一本の剣を作るというわけですね。先代の勇者も仲間たちと力を合わせ剣を作っておったようじゃ。わしらも負けてはおれん。そう、これはあなただけの戦いじゃない、私たち全員の戦い。新たなる勇者の剣、我らの思いもその刀身に込めさせてくれ。サイテーマン様、私たちの力もお使いください。私たちのたちっていうのは多分ベロニカちゃんも含んでいるんでしょう。よし、全員の力で勇者の剣を作ります。まさにドラゴンクエストですね。サイテーマン、お前のおかげで俺は食材を果たしマヤを救うことができた。今度は俺がお前の力になる番だ。昔地区内会で行われたあの餅つき大会を思い出すな。サイテーマンちゃん、あなたに見せてあげる。世界を救い、みんなを笑顔にするシルビア一世一代のエンターテインメント。片手ですげえよ片手でもすげえよ、結構重いと思うけど。エレノアよ、アービンよ、どうか見守っていてくれ。お主らの子に勝利と幸福があらんこと。あなたを守ることが私の戦いだと思ってた。でもそれは違ったのかもしれない。あなたと共にみんなを守る、それが私の戦い。最低前よ、騎士として俺は誓う。たとえいかなる敵が相手だろうと、最後まで希望を守る盾であり続けること。渋いな。
重くないかい、大丈夫かい。セイネちゃんよ、重くないかい。ベロニカ、お姉様、あなたのグズな妹も少しは強くなれました。だからどうか心配なさらないで、私はサイテイマー様と一緒に戦います。結局俺がほとんど撃つという、まあそりゃそうなんですけど、まあでもみんなの思いが乗ったこの勇者の作り、弱いわけがない。これで完成なのか、できたのか。勇者の剣、果たしてどれほどの代物なのか。さあ最低マン、手に取ってみろよ。熱いよね。お、はい、いよいよ勇者の剣が、勇者が持った時こそ勇者の剣が完成すると。他の人間には装備できない剣ですね、これは。この剣なんかどっかで見たことあるな、この剣の形状。サイテイマーは勇者の剣を手に入れた。はいと、オリハルコンでできた最強の、世界に一本しかない剣です。共に戦う仲間と空飛ぶ神の乗り物、そして新たなる勇者の剣、ついに魔王と戦う準備が整ったか。ああ、いよいよ大詰めだな。行こうぜ、魔王の城へ。はい、いよいよ大詰めです。サイテイマン様、いざ最後の戦いの地へと参りましょう。天空のフルートを使い、ケトスを呼べば空に浮かぶ魔王の居城へもたどり着けるはずですわ。はい、いよいよ魔王ウルノーガの住む魔王の城、最後の決戦に向かう時が来ました。思えばパートももう79と、相当長い間実況していたんですけれども、勇者の剣、おー強い。やはり二刀流のは二刀流なんですけど、俺ハヤブサの剣を装備させます、左にね。これでいきます。利き手じゃない方に、あの弱い武器を持った方が、攻撃力の低い武器を持った方が威力が高いので、こうします。でプラチナの剣を使える人間がもしいれば、デルカダールの剣とプラチナの剣だったら、デルカダールの方が若干、あーでもプラチナの剣の方が魅力が高くなるのか。あ、じゃあ魅力高い方がいいね、この方がいいですね。いかにもシルビアらしいでしょ、このプラチナの剣二刀流っていう。はい、マルティナちゃんがずっと稲妻の槍を装備しているのが、ちょっと装備としては不安かなっていう感じなんですけど、装備品等を整えて、ウルノーガの城に向かわないと。おそらくウルノーガ、もしくは、ウルノーガの手下、まあ、ダンジョンの敵にはかなわないかなと思います。でレベルもそんなに足りてないので、この世界各国を回ってね、装備品等を整えていけたらなと思います。魔王ルノガの城に乗り込んでもいいんですが、クエストを結構残しているっていうのもあって、そっちをやりつつ装備を整えるっていうのも、まあ、あるかなとは思うんですけど、まあ、ウルノガ倒した後にクエストやるっていうのも、まあ、ありっちゃありかなっていう感じですね。まあとにかく準備を万端に整えて、まあ、天空魔城へ向かおうかなと思います。ということで、まあ、若干早いんですけれども、一旦じゃあこの辺で、このパート切る前にですね、皆さん、勇者の剣の切れ味、確かめさせてもらいます。さあ、勇者、あ、そうそう、神湯の攻撃も、ジムやん。あ、なるほど。多分、炎のブーメランの方は、攻撃力的に出てるんですけど、多分ね、あ、こいつが強いのか。あ、こいつが多分並大抵の
攻撃通さないのか。やっぱこれレベル足りてないな。レベルがやっぱり足りてないですね。で、この、グレイグ将軍もね、今相当強くなっているんで、おお、こいつがやっぱ強いのか、レベルが足りてないのか、分身もちょっと使ってみよう。分身使ってブーメラン投げると、分身使ってブーメラン投げるとどうなんですかね。あ、やっぱハヤブサの剣を利き手じゃない方に持ってるんで攻撃力が全然出ないんですね。勇者の剣を利き手じゃない方に持って、ハヤブサの剣を利き手に持った方がもしかしたらいいかもしれないですね。そんなにちょっとどうなんですかね。おおほうほうほう、ちょっと待って、聖女ちゃんにも当てたよ今。何やってる。そうか、ブーメランだから全員に行っちゃうのか。聖女ちゃんはなぜこんなやつに魅了されてんだ。だからハヤブサの剣右に持った方がいいかもしんないな。まあその辺も検討しつつ、まあレベルも多分足りてないんでね、今の戦闘を見る限り。まあその辺検討しつつ、次回やっていけたらなと思います。ということで、また次回お会いしましょう。サイテンワンでした。ありがとうございました。